はーやっしゃい FC 東京のゴールキーパー林選手が、大怪我を負われてしまいました。いや本当にね、これからまさに ACL そしてルヴァンカップを引かれながら戦っていこうというところで、まあ、非常にちょっと残念なニュースでした。まあ、ただね、林選手自身がツイッターやインスタグラムでもコメントされてましたけれども、もう切り替えて、また復帰のところに向けて前向きに取り組まれるという発信をされていたので、やっぱその状況でサポーターがね下を向いていては本当仕方ないと思いますので、林選手が復活してその姿を味の素スタジアムで熱く応援できるように一日も早い回復を祈りたいと思います。林選手頑張ってください。さあ、ということで今日も元気にウニグラム2021のマイクラブやっていきましょう。まずは前回皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。まずは、1810さんからです。1分4秒のシーン、ユナイテッド時代の香川でそうということです。ちょっとこちらね、ベロチャットの件大変失礼いたしました。あなたも、まあ、動画やられてましたかね最初は。キャバクラだと酔っ払ってあなたもやってらっしゃいましたかね、そのベロチャットは。冗談は、酔っ払うのはわかるでしょ。酔っ払うのはわかるでしょの意味がわかんねえ。何の話ですかそれは。続いてメジャーリーガーさんからです。教育実習中で忙しいですが、コアロンさんの動画見ていつも癒されていますということです。ありがとうございます。教育実習ね、大変だと思いますが頑張ってください。いや、私教育実習といえば結構小学校の時の教育実習が思い出されます。多分女子大生のね可愛い先生が来られていて、ちょっとね好きになっていたことが思い出されます。ありがとうございます。まあ、中高の時も教育実習あったんですけど、まあ、それは基本男の先生だったんでね、まあ、そういった OB とか、まあ、OB が多かったですね、はい。最後にダグラス西村さんからです。同点ゴール後の東京ちゃんとやっぱり最高ですねということで、ありがとうございます。いや間違いないですね。なかなかねこのちゃんといつ歌えるようになるのかちょっとわからない不透明時期でありますけれども、はい、コロナが収束してもう J リーグの各サポーターがねちゃんと歌って後押しできるような日が早く訪れることを祈りたいと思います。皆さんコメントありがとうございました。さあ今回はね、撮影日木曜日ということで週刊 FP のガチャ引いてますので、そちらをお互い引いてですね対戦していきたいと思います。FP のガチャ引いてますのでって言ってましたけど何言ってましたか。FC の FP のガチャ来てます。運営側からこちら側の方に届いてますので、そちらの贈り物をね開けていきたいと思います。まずは獲得候補の選手見ていきましょう。いや買い物ですよこれ。いや、はい、買い物贈り物とかね、はい、こちらが買わしてお金払って買わせていただきます。さあ、こちらが今週の FP の選手になりますね。まあ、今週は代表ウィークということで代表でね活躍した選手がピックアップされている状況です。私が欲しい選手はですね、3選手いらっしゃいます。まずはこのデアン・クルセフスキー選手ですね。まあスピードもある上にこれフィジカルもあるという本当にねもうコアラアキラのこの433のフォーメーションで大活躍してくれそうな選手です。スキルトレーナーでこれスーパーサブとか作れればもうより活躍してくれるんじゃないかと思っています。クルセフスキー欲しいです。で、あとはパバールね。まあこれはセンターバックもね、サイドバックもできる選手ですし、まあ、やはり私にとってワールドカップのね、ゴールが非常に目に焼き付いております。パバール選手も欲しい選手です。そして3選手目はこのショボシュラー選手。これはかなりね、各配信者の方でも注目株として挙げられた選手なので、私も狙っていきたいと思います。私はこの3選手狙っていきます。さあ、パナタの方は、まあ特に欲しいのは2選手、はい、今1人目はフロレンツィですね、元ローマの選手ですけど、はい、でもう1人はやっぱりクルセフスキー、うん、もう彼は去年パルマいたんですけど、はい、初めて見たのがインテル戦で、はい、もう衝撃受けました。あ、衝撃的なゴール決めたってことですか。いや、ゴールは決めてないんですけど、はい、まだ若いのにめちゃくちゃ上手くて、はい、もうボールも全然ロストしないし、うんうんうん、でもちろんローマ戦でもそういう活躍してたんですけど、それを見てやっぱり惚れました。そうだ、なんで急に男前キャラで行こうとしてんの。の男前キャラ惚れましたって。いやだからもう石原軍団みたいな。いや本当に、いやもう正直、はい、フラットに見たらザニオロよりも人狼は見てない形しなくてどうフラットに見たんですか。いやだから俺やっぱロマニスタなんで、はい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 、ちょっとザニオロをひいきにしちゃう感もありますけど、やめてよポジショニング整えながら。いやそれが、いや本当に一番注目してる若手です。はい、ローマファンからしても前も言いましたけど、ね、はい、現在はドイツ界隈に行かれてると。今ユベントスいますけど、ね、失礼しました、申し訳ございません。何を言われてる。いやちょっと、ま、間違えました。さあということでお互い聞いていきましょう。まず私からです。全然後味最悪の後味すみません、後味失礼しました。フォワードが最悪です。落語は。じゃあ私から3回聞いていきます。しゃあマジで俺もクルセフスキー欲しいよ、頼むよ。
来い、ビークル来いよ、頼むよ、外せ、おい、あい、外せって、終年ボンバーさんの動画やめろ。いや、しょぼくないからね。いや、それはいい。ドミニク・ショボシュライ選手、ハンガリーの選手です。さあ、能力を見ていきましょう。ショボシュライ選手の能力、このような形になっています。ドリブル、ボールキープ、グランダバス、フライパスがあるのいいですね。まあ、あとは何といってもこのスキルの多さ、ワンパ、バックスピンなどもいやお前が使えるスキルワンパーだけで、いや違う、バックスピンロブも使わせていただきますまあスキル枠が1個空いてるんでね、これスキルトレーダーもし持ってる方いたらつけてみてはいかがでしょうか。それちょっと情報系も入れていきますね、今度は。ありがとうございます。誰でも分かる情報だわ、1個空いてる。いや、一応資格から得れる情報も入れていきます。さあ、FP ガチャ2回目、スウェーデン来いよ、頼む、北欧に縁がある男。オッケーオッケーオッケー。え、またショボシュライ、ブロレンツィ、ブロレンツィか、ハンガリーとイタリアの色は一緒だけど、はい、この時の、いやー、ブロレンツィね、パリ・サンジェルマンですね、今あのドラマでも話題になりました。さあ、パリ・サンジェルマンのフロレンツィです。北川さんが好きな選手ですね。さあ、フロレンツィの能力、このような形になっています。そうか、両サイド行けるとか、ウロレンツィは、いや、もうすごい便利屋みたいな扱いされてましたけど、はいはいはい、もともと前線の右ウィングとかの選手でした。あ、なるほど。これはちょっとどこのね、ポジションで使うか非常に迷いそうです。試合で見てみましょう。試合行こう、マジでクルセスキー来い、スウェーデン頼むよ、北欧の願いを届けズマか、パバールじゃない、ちょっと音消えました、申し訳ございません。あ、でもパバールいいよ、ベンジャミン・パバール来ました。代表戦でもすごいゴール決めてましたね、はい、よっしゃ。パバール選手の能力、このような形になっています。フィジカルコンタクト、スタミナもあるし、うん、サイドバックで使うかセンターバックで使うかちょっと迷うところです。パバール選手獲得でした、はい、以上私の FP 引きでした。はい、じゃあポピーの主回 FP ガチャ1回目お願いします。スウェーデン行って、さあ最初のクリス、スペイン、マケドニア、パンデル、オッケー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 、金です。いや、あんなとこにスペインないですから、はい、スペイン、チリ分かってますね。いいユニフォームだな。いやいや、なんかチャマさん、チャマさんのユニフォームみたいな。いや、そういう話じゃない、あそこでスペインって発言かなりまずいです。ちょっと失礼しました、場所分かってます。ちょっとそれは後ほど整理していきましょう。いや、整理するほどのことじゃないので、はい、いや、だから常識ではないってこと、ね、常識ではないってことです。あなたにとって、スペインの位置は、はい、OK、 OK、うん、なら OK、 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 え、金なんで無視です。無視はやめろ、おめえろが失礼だろ。いや、カット、うん、いや、ちょっと元ラッツの選手です、はい、インテルもいましたけど、はい、じゃあ FB ガチャ2回目です。頼むよ。さあ、どこの国落ちてくるか。えっ、おい、ベルギーということは、ゼライエルね、ゼライエル、やめてか、ファンデ使うのか、よしよし、使うのかはおかしいでしょそりゃそうですけどね、はい、デナイエル、デナイエルはいいんじゃない、うん、いいよ、これは、まあ、リヨン在籍、フランス在住か、やめてよ、ひろゆきさんは。え、何？いやいや、フランス在住、いやいや、全然でフランス在住イコールひろゆきさん、はい、いや、ひろゆきさんか辻仁成さん、どっちかみたいなとこありますけど、ね、パリじゃないけどね、はい、失礼しました。さあ、こちらデナイエルの能力です。まあまあまあ、強いですね、うん、強いね、ボランチとかもありそうだね、全然パスもまあまあ、そう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 、でもまあ、ボランチはやっぱセンターバックかな、これは、はい、今のところ、やや低調な飛行を続けております。でも徐々に右肩がいいです、オッケー。さあ、ラストの日どうなるのか、北に飛べ、え、北に飛べって何、北、いやー、おーい、おいっけー、ファンデフカブリでした。じゃあ、いらねえわ、やめて、お前さすがに、ファンデフが2人目です。え、マジでクルセスキー欲しかった。よし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 。フラメンゴのガチャですね。ちょっと時間の関係でポンピーが引いておいてくれました。誰引いたのか見たいと思います。
ブルーのエンヒキ選手が2人、そしてフィリペ・ルイス選手という形になりました。ありがとうございました。ちなみに私は、はい、この回で一番当たりと言われてる選手が出ました。はい、じゃあこのフラメンゴで引いた選手も両方使っていきたいと思います。お願いします。こうやってスカッと組みます。さあ、ここからの試合、チーム力は391対391。それでは試合いってみましょう。絶対のクエストはスレンダー。はい、それでは試合前にスタメン発表させていただきます。まず私の方はこちらですね。引いた選手は遠引きフェリペ・ルイス、これがフラメンゴですね。で、あと中盤にショボシュライ、あとベンジャミン・パバール、アレッサンドロ・フィロレンツィになります。フィロレンツィ絶不調なちょっと残念ですけど、頑張ってもらいましょう。レベルはこのような形になっています。選手の能力はこのような形となりました。さあ、一般の方は、パンデフ、遠引きで、ヒベイロ、あとデナイエルが入ってます。はい、スタメンに。で、アラスカエタはスーパーサブあるんで後半から入れます。それはフラメンゴのやつですか。はい、はい、それでは一緒に行ってみましょう。さあ、やってまいりました。悔しさを忘れずに戦っていきましょう。フォロン東京対ポーマです。よっしゃ、行こう。よっしゃ、マジ頼むよ、本当に。今回は絶対90分やん、あいつに勝とう。はい、いい。いや、ナイス。いいね。オッケーオッケーオッケー、開けるんだよね、すぐに。オッケーオッケーオッケー、いいスピード。いいよ。いや、ベッションついてんね。デフ、やめて、パンデフのせいにすんな、全部。うまい！いやはやめろ。人のうまいにケチつけんな。やめろ、人のセックス。ねえ、マジで？オッケーオッケーオッケー。あ、ファールでしょ？いや、でもあれ一点物でしょ、一点物っていうか、ファールある、これ。よっ、かなりいいパバールのプレーに見えるけどね。うん、うん、オッケー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 、ナイス、オッケーオッケーオッケー、よし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 、危ねえ。ナイス、ダイクすぐ下がれよ。うまい、え、いき、いや、そっちか、まだある。オッケーオッケー、いいとこ見てた。やばい、もう次だ。来たー！いやー！決めてほしいけどね、エイヒケー！ダブル！邪魔をすんなよ。よしよしよし。行け行け行け。さすが強いねー、ビエラ。あいつやめて、マジで。あいつやめてって言い方やめて。トーティー！オッケーオッケー。あー、何そんなの、オッケー。まず。待って、ループじゃない。ループになってない。さあ、繋がるか。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。いやー、自分で持っていく。ナイス！何を言ってるの？オッケー。それから、オッケー。アワヤというシーンでしたが、ここは。よし！よーっ！そう！メッシー。あっ！いや。なんでこんな体ちぇんだよ。めちゃくちゃやんだけど、よっこれが強さ、体の強さ、毎日フィジカル鍛えるピエラ、どんな選手も人たまりもないぜ。俺がピエラ、パトリックピエラ、小雪も絶賛のエクションをピエラ、シャーそんな中途半端とかやめんな。いいね、マジでこれはもうフィジカルゴリゴリ重戦車です。さ
マジでインテルのビエリを没させるようなドリブルで決めました。よし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 、聞いてるね、早めのビエラ。オッケーオッケー、このままいきましょう。先制点でかいよ、言葉も出ないから。よしよしよし、さあこのままいきましょう。オッケー、マジでビエラ取れてよかった。オッケーオッケー、いいね、感じてます、ビエラへの感謝が詰まっていきます。先般はもう分かってる。先般分かってる、お前やめろや。東京としては気持ちとしては、あーちょっと悪いな動きが。パンデルのせいやめろよ全部を。ちょっとあいつ退場する前に止めないと。あいつ退場する前に止めるってどういうこと。いや、かなり怒っきれてる。いや、やってないけどね、全然ですよね。早いですよね。あぶ、何をやってんのそれ。いいとかありますからね。はい、サムソルキャン。あーもうおめえかい、おめえかいはやめ。え、何をやってんのマジで。えーよー、ゆっくり。あ、ごだ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 。全バンデルに謝れお前。え、何何。さあ俺はエンゴロカンテとアンスファティ入れます。レバーでアラスカエタムバッペ入れます。全員やめろ。大きくサイドチェンジ。さあここからの展開。フレンチでヨング。いや。あ、いい展開ですね。レバー来い。よっしゃ。さすがレバー。オッケー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 。もうファーストタッチで決めてくれんのよ。これは仕事が分かんないこのドラじゃ。ないないない。ただレバーが強いっていう動画になっちゃう。オッケーオッケー。いやレバーそれ、いやでも円引きのあれだからね。円引き、いや出てるんだ。俺も左円引きだけど。いやさすがにフィリペルイスじゃ競り勝てねえよ。オッケーオッケーオッケー。まだ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 行こう。いいね、早速よ。オッケーよ。あるかもしれません。そうなった場合は選手交代枠一つ追加となります。メッシ強すぎだろ。パティエースを狙う。おー、これいいですよ。来い。オーケー。ゴー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 。行こう行こう。メッシから左サイド、このパス回し素晴らしい。さあ来たか。オッケー、右だろ。いやー、ちょっと切り返すよ。今の人が今ちょっと出して出して出して。オッケー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 。左ちゃんと切ってたから。ビエラキックからフィリカ行きましたよ。ちょっと中で味方の選手が。オッケー、マイボ。マイボじゃないこれ。ビエラマジ強い。ナイスヘッド。アラスカエタ攻撃でしたけどもね。まだ。あー最悪。かかったかかった。オッケー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 。よし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 、ナイスラインコントロール。さあ最後絶好調のノーバメアン投入です。カンテならいけんじゃない。アラスカエタ、いやルーズボールになる。裏を狙っていきます。いやダイレクトなのに。いやあれは押しちゃってるわ、ダイレクトね。危ない危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。まだまだ。あ変なこれやめてよ。ラストやらせて。急いで急いで。ああ1対1の与え帳もお決まりの。次か、出てから出てから。さあもう勝ちがないよ。延長も前後半15分ずつ戦って。いやそれはひどすぎるわ。それとも PK 戦に委ねられるのか。いや前半からはレギュレーションにより選手交代枠が一つ追加となる。まあ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 、いいエドメド入れます。ここで左にインシーン入れました。危ない。いやーエドメドっつー。ちょっとしょうがねえな。
やっきーど。あー、やめて、甲子園ってか、なんでそんなところ取られんの。風見るからクリスティアーノ・ロナウド。さあ、あー、スカウト。イエース。マジか。いやー、そんなのいらないよ。キーパー空いてる。レバー。いやー、いや、ゴール空いてたのに今。危ね。蹴っちゃう、蹴っちゃう。キーパー前へ蹴る。いや。え、くれやで、くれやで。このクリアボール拾いか。終われや。パスをつなぎます。狙うよ！シャーッ！アイコニックチェコの大王！俺が大好きなのは九州大王ラーメン！ファベルネロメロットギョー！ネロメロットギョー！シャーッ！オッケー！マジで盛り上がってくれよ！シャーオッケ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 ー、マジでありがとう、生まれてくれてるの、めどまだまだ全然ある、全然ある、いや、もっとか、よし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 、よしよし、オッケー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 、2つ来ないラジオ、つかまいきましょう、マジ落ち着く、いらねえからな、あ、あ、マジマックスできそうだぞ、あいつ簡単狙い、さあ、ご覧のようにゲームは久しぶりにあいつの大根見るかもしれない、キーパーでキーパーで、オッケー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 、威力立てながら攻め上がっていく、あーあナイスやばって、それは抜けてくる、前出るか、ムバッペが受ける、さあどうする、オープン、あーよっしゃ、落ち着け、そうそうそう、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、奥馬、さあ持っていく、ないよないよ、オードメア、期待期待期待、落ち着いてる、縛られろそれなんでこんな落ち着きを好みは止めるの、老害の成長見せさせてよ、ええ、やめてガチクリやめて、え、ちょっとロナウドちゃん、カウンターを狙うしかないでしょうね、無理すんなってえ、そっちじゃない、え、もう疲れすぎ、疲れすぎ、あっ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 、冷静に冷静に冷静に、ミヤミーゴ冷静になれよ、あー、この動画いいと思ったら高評価お願いします